田辺森武は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。旧加賀藩士、陸軍中佐、田辺森地下の長男として生まれる。松山中学校、広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1910年5月、陸軍主管学校を卒業し、同年12月、不評少尉に任官、不評第49連帯付けとなる。 1918年11月、陸軍大学校を卒業した。参謀本部付勤務、参謀本部員、第16師団参謀、参謀本部員、陸大教官、フランス出長、不評第61連隊大隊長、参謀本部員、陸軍省整備局会員、陸軍不評学校教官、整備局動員課長、不評第34連隊長などを歴任し、 1937年8月、陸軍少将に進級し、陸士幹事となる。同年10月、第10軍参謀長に就任し、千葉陸軍戦車学校長を経て、1939年10月、陸軍中将に進む。第41師団長、北品方面軍参謀長を歴任し、太平洋戦争を参謀次長として迎えたが、 ガダルカナル島の戦いの敗戦を受けて、第25軍司令官へ転出し、スマトラ島で終戦を迎えた。1946年10月、戦犯容疑により、オランダ軍に逮捕され、1948年12月に死刑判決が出され、翌年7月に、メダンで軽死した。ありがとうございます。